The American Fair is a project introducing American culture on an exhibition train that will be touring throughout Japan. It looks like the train is about to set out soon. Fill this with made in the USA. Yes. Yeah. This is the first time for David to see the American train. He begins thinking about how to set up the displays inside. これが冷蔵庫です。リフリジェレーター。Can I look inside? あ、どうぞ。ほら、広いでしょ。いっぱい入りますよ。こちらがオーブン。これ見てもいいですか?ラプト?ええ。はい、どうぞ。There's nothing special about it. じゃあ失礼して。David, this is your boss speaking. What's going on with the American Fair project? I haven't had a single report from you. I doubt if it's ever going to take place, David.Sorry about that.次は next. This. いってきます。いらっしゃい。いけないいけない。忘れ物。それじゃ。いってらっしゃい。もしもし。あ、はい、どうも。お世話になっております。はい。はい。ただいま出ますので。はい。それじゃ、僕も出てきます。いってらっしゃい。ベイビー、ここにフルーツ置いたらどうかしら。I thought the canned foods would be better here. And then I thought, by the window, we can put the breakfast cereal lineup.We have a lot of those. And here we have kitchen facilities. Yeah, お邪魔しますよ。あら、奥村部長。いらっしゃい。いや、頑張ってるようですな。はい、差し入れ。差し入れ？差し入れ is food you give to encourage someone who's working hard. ありがとうございます。いやいやいや、高崎のお土産にこれ。開けてもいいですか？どうぞ。あら。だるま。ほら。だるま。アメリカンフェアの成功を祈って。だるま。何ですか。だるま is a kind of good luck charm to wish success. I see. Oh, and does it taste good? Taste good? Oh no, you can't eat it. But you told me it was food. 差し入れのだるまはこっちなんですよ。はい。あ、だるま弁当、はい。開けてください。Oh, it doesn't look good. This is called だるま弁当。It's a famous 駅弁 sold at the train station of 高崎。駅弁？駅弁 are the box lunches sold at the stations and in trains all over Japan. 出張に行くと駅弁が楽しみでね。はい。もう一つ。釜飯。はいはい。It's 釜飯。This pota container is designed to look like a rice cooking pot. That's a good idea. Can I eat them now? Please, どうぞどうぞ。did you want one too? 私も。Okay. じゃあ。どれにしようかな。どれにしようかな。ありがとう。
じゃあ、せーの、食べてもいいですか？どうぞどうぞ。アプリケーション。おめでとう、おめでとう。はい、プレゼント。わあ、どうもありがとう。おばちゃん、これ見てもいいですか？どうぞ。見てもいいですか？見てもいいですか？手もいいですか？ is an expression asking for permission. 見てもいいですか？ means can I see it? The basic verb is 見ます meaning to see. 見てもいいですか？見てもいいですか？ Let's watch it again. おめでとう、おめでとう。はい、プレゼント。わあ、どうもありがとう。おばちゃん、これ見てもいいですか？どうぞ。これ何ですか？これね、ボールペンなんですよ。ボールペンですか？ほら、ちょっと書いてもいいですか？どうぞ。書いてもいいですか？書いてもいいですか？ This means, can I write with it? The basic verb is 書きます meaning to write. 書いてもいいですか？書いてもいいですか？ Let's watch it again. これ何ですか？これね、ボールペンなんですよ。ボールペンですか？ほら、ちょっと書いてもいいですか？どうぞ。じゃあこれに。すいません、どうも。いやー、ほんとだ、ね、かわいい、ね、Now let's do some exercises. In the following scenes, people will be asking for permission to do certain things. Do they get the permission? Please listen carefully. あっちのカウンターにあるわ。行ってみようか。お待たせいたしました。ありがとうございます。これだ。すいません、これ見てもいいですか？あ、それはちょっと。すいません、すいません、はい、渋谷駅はどこですか？あ、渋谷駅はですね、ここをまっすぐ行って、ちょっと分かりにくいんですよね。はあ、地図書きましょうか。あ、お願いします。あ、そこに書いてもいいですか？ああ、どうぞ。はい、失礼いたします。はい、いらっしゃいませ。東京商事の北村ですね。はい、総務の村上さんいらっしゃいますか？はい、お待ちしておりました。エレベーターで3階までどうぞ。どうも。ちょっとすいません。はい、この電話使ってもいいですか？はい、申し訳ございませんが、そちらに公衆電話がございますのでお願いいたします。変わった時計ですね。と思うでしょう。違うんですか？ちょっと見てもいいですか？どうぞ。綺麗に写ってますね。どこですか？沖縄です。休みに友達と行ったんです。いいですね。全部沖縄の写真ですか？ええ。ちょっと見てもいいですか？どうぞ。Now let's check your answers. お待たせいたしました。ありがとうございます。これだ。すいません、これ見てもいいですか？あ、それはちょっと。すいません、す
すいません、はい、渋谷駅はどこですか。あ、渋谷駅はですね、ここをまっすぐ行って、ちょっと分かりにくいんですよね。はあ、あ、地図書きましょうか。あ、お願いします。あ、そこに書いてもいいですか。ああ、どうぞ。これがこの道ですよね。はあ、そしてここは、はい、失礼いたします。はい、いらっしゃいませ。東京商事の北村ですね。はい、総務の村上さんいらっしゃいますか。はい、お待ちしておりました。エレベーターで3階までどうぞ。どうも。ちょっとすいません。はい、この電話使ってもいいですか。はい、申し訳ございませんが、そちらに公衆電話がございますのでお願いいたします。変わった時計ですねと思うでしょう。え、違うんですか。ちょっと見てもいいですか。どうぞ。ね、実はシェーバーなんですよ。いやー、面白いでしょ。うん、綺麗に写ってますね。どこですか。沖縄です。休みに友達と行ったんです。いいですね。全部沖縄の写真ですか。ええ。ちょっと見てもいいですか。どうぞ。これと同じですか。おきます。これにて一つ飲もうと存ずる。まず蓋を取ろう。いや、開けます。開けます。はあ、さてさて、うまい匂いがする。さらば一つ。注ぎます。注ぎます。どぶ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 。さらば一つ飲もう。笑います。笑います。なみなみとあるわ。飲みます。飲みます。さてさて、これはうまい酒じゃ。今一つ飲んでみよう。どうどうどぶ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 、ちょろちょろちょろ。お、もはやないそうな。さらば今一つ飲む。うん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 。はあ、さてさて、これはうまい酒じゃ。さらばこれをしもうてまかり帰ろう。結びます。結びます。一段の幸せをいたいてござる。はあ、これは軽いです。軽うなった。軽いです。はあ、さてさて、喜ばしいことじゃ。みよこなれや東山。Yes, it's true that Japanese like things neatly packaged in small portions. I guess that's why Mr. Okumura said that the Makunouchi Bento is at the heart of the Japanese way of thinking. Let's go. Oh, look. That's the famous bento shop I was telling you about. I'm sure they have Makunouchi Bento too. Oh.
so this is it. So many different kinds of food in the one box. 1、2、3、4、5、6。6種類ぐらい入ってますね。 6 different kinds of fish in the one box. いらっしゃいませ。いいえ。すいません、見てただけなんです。How about if we made an American Makanochi box? We could use some of our own products. Or would that be too strange? Well, maybe. By the way, what does Makanochi mean anyway? Oh, Makanochi is an intermission during the stage performance. And these lunch boxes were originally served during the intermissions at the Kabuki Theater. Why don't we go to a Kabuki and have a Makanochi bento?Purely to research our project, of course. Yeah, that sounds like a good idea. Let's go. Ah, so this layout exemplifies the Japanese way of thinking. もう食べてもいいですか?蓋を開けてもいいですか? どうぞ。Oh, now that is really neat. The food contrasts very well with the black background. I think it's only in Japan that they use colors like this. Ah, you might be right. Okay. This is great. Oh.A square black box with smaller squares divided inside, containing food neatly arranged. That's it. ですから棚を幕の内弁当のようにしたいと。はい、黒い棚です。詳しくは明日そちら行ってもいいですか。じゃあ2時頃行ってもいいですか。はい、じゃあ3時ごろ行ってもいいですか。わかりました。じゃあ明日3時に伺います。失礼します。ありがとう。やった。アプリケーション。じゃあお疲れ様。お疲れ様。これマドンナの CD? ええ、すごくいいですよ。これ借りてもいいですか。どうぞ。明日まで借りてもいいですか。明日まで借りてもいいですか。明日まで借りてもいいですか。 This means, can I borrow it until tomorrow? まで indicates an interval. So, 明日まで means until tomorrow. 明日まで借りてもいいですか。明日まで借りてもいいですか。 Let's watch it again.じゃあ、お疲れ様。お疲れ様。これ、マドンナの CD? ええ、すごくいいですよ。これ借りてもいいですか?どうぞ。明日まで借りてもいいですか?ええ、いいですよ。やった!じゃあ、早く帰って行こう。お先に!さよなら。木村さん、このテープレコーダー借りてもいいですか?あ、どうぞ。明日まで借りてもいいですか?今日の午後を使うんですけど。何時頃ですか。3時頃を使うんですけど。わかりました。じゃあ3時までにお返しします。3時までに返します。3時までに返します。まで means until, but までに means by. So 3時までに返します means I'll return it by 3. 3時までに返します。3時までに返します。Let's watch it again. 木村さん、このテープレコーダー借りてもいいですか?あ、どうぞ。明日まで借りてもいいですか?あ、今日の午後を使うんですけど。何時頃ですか?3時頃を使うんですけど。わかりました。じゃあ3時までにお返しします。ええ、そうしてください。はい。In
following scenes, the characters will ask for permission to take certain actions. The permission will be granted, but with certain conditions. What are those conditions? Choose one out of the two conditions given after each scene. In this scene, her co-worker will enter and ask her if he can use the meeting room. He gets the permission to use it, but only until a certain time. How long can he use the room? Until 4 or until 3:30? 借りてもいいですか?借りてもいいですか?4時まで。4時まで。3時半まで。3時半まで。山本さん。はい。明日、ミーティングルーム借りてもいいですか?明日ですか?午後なんですけど、2時から4時まで借りてもいいですか?2時から4時まで。あ、4時まではちょっと、3時半から予約があるんです。そうですか。じゃあ、3時半まで。はい、3時半までならどうぞ。Now let's check your answer. 山本さん。はい。明日、ミーティングルーム借りてもいいですか?明日ですか?午後なんですけど、2時から4時まで借りてもいいですか?2時から4時まで。あ、4時まではちょっと、3時半から予約があるんです。そうですか。じゃあ、3時半まで。はい、3時半までならどうぞ。In this scene, this man will ask whether he can use the word processor or not. For how long will he be able to use it? For about 3 hours or 2 hours? 使ってもいいですか?使ってもいいですか?3時間ぐらい。3時間ぐらい。2時間ぐらい。2時間ぐらい。これ高橋さんの?はい、そうですけど。ちょっとワープロ使ってもいいですか?どうぞ、急ぎませんから。ちょっと長くかかるかもしれませんが、3時間ぐらい使ってもいいですか?3時間?はい。3時間はちょっと。じゃあ、2時間ぐらい。まあ、2時間ぐらいならいいですけど。すいません。Let's watch the skit again. あれ?これ高橋さんの?はい、そうですけど。ちょっとワープロ使ってもいいですか?どうぞ、急ぎませんから。ちょっと長くかかるかもしれませんが、3時間ぐらい使ってもいいですか?3時間?はい。3時間はちょっと。じゃあ、2時間ぐらい。まあ、2時間ぐらいならいいですけど。すいません。Mount Fuji. Hey. 8月3日. The man on the right asks whether he can join the trip to Mount Fuji. Will he be taking his 3-year-old child with him? Or will he be going alone? 行ってもいいですか?行ってもいいですか?子供も一緒に。子供も一緒に。一人で。一人で。私も行ってもいいですか?もちろんどうぞ。一緒に行きましょう。いいですよ、富士山は。子供も一緒に行ってもいいですか?子供、何歳ですか? 3 years old、3歳です。3歳じゃちょっとね。子供はちょっと無理かな。そうですか。じゃあ私一人で行きます。そうですね。はい、朝6時、新宿西口。大丈夫です。はい。Now let's watch the skit again. Mount Fuji. Hey. 8月3日。私も行ってもいいですか?もちろんどうぞ。一緒に行きましょう。いいですよ、富士山は。子供も一緒に行ってもいいですか?子供、何歳ですか? 3
3 years old, 3歳です。3歳じゃちょっとね。子供はちょっと無理かな。そうですか。じゃあ私一人で行きます。そうですね。はい、This boy is asking his mother whether he can have the cake or not. Is he allowed to eat the whole thing? Or is he allowed only to eat half of it? Please note that they're speaking in casual language. 食べてもいい?食べてもいい?全部。全部。半分。半分。お母さん、このケーキ食べてもいい?いいわよ。やった!全部食べてもいい?全部?お腹が痛くなるわよ。じゃあ半分。半分食べてもいい?半分ね。どうぞ。やった!はい。Let's watch the skit again. うわぁ、おいしそう。お母さん、このケーキ食べてもいい?いいわよ。やった!全部食べてもいい?全部?お腹が痛くなるわよ。じゃあ半分。半分食べてもいい?半分ね。どうぞ。やった!はい。In the following skit, her brother will ask whether he can watch a certain TV program or not. Can he watch it right away? Or does he have to wait until 6 o'clock? 見てもいい?見てもいい?今。今。6時から。6時から。ねえお姉ちゃん。漫画見てもいい?今これ見てるの。何時まで ?6 時まで。じゃあ6時から見てもいい?うん、6時からはいいわよ。Let's watch the skit again. ねえお姉ちゃん。漫画見てもいい?今これ見てるの。何時まで ?6 時まで。じゃあ6時から見てもいい?うん、6時からはいいわよ。Oh, boss, I wondered, could I have tomorrow off? The preparations for the American fair are almost complete. No. Boss? David, tomorrow is Sunday. Why do you have to ask my permission? Oh, right. David! David! Oh, I must have been asleep.And in the bath, too. Oh, I'm turning into a regular workaholic.